こんにちは。ガチャガチャ大好き、モール大好き YouTuber の岡井です。ちょっと久々にね、7月の新作ガチャガチャチェックをしていこうと思います。いや、最近ね、ちょっとガチャガチャ回しすぎて抑えようと思ってたんだけど、やっぱね、新作見ちゃうとね、欲しくなるよねというわけで、気になるのをピックアップしつつ一緒に見ていきましょう。まずはですね、私の大好きなガチャガチャメーカーさん、クオリアさんの新作をチェックしていきます。いや、毎月ね、すごい数の商品が出るからさ、いつの間にかすっごいなんか発売されてるってのはよくあるんだけど、今月はどんなのが出るのかな。ちょっと待って、なんだゴツメカワウソやわすごいですね、これは。ムキムキになってる。私結構カワウソ好きなんですけど魚の表情がすごいことになってる。やっぱね、クオリアさんといえばぬいぐるみ屋さんなので、今月のぬいぐるみは昆虫のぬいぐるみ、恐竜のぬいぐるみ、かわいい、カマキリかわいいな、お祭りのぬいぐるみ、わぁ、なになになに、かわいい、純喫茶のぬいぐるみ出るの。いや、今本当にガチャガチャ界隈純喫茶ブームがすごいから、ガシャココ限定コスメのぬいぐるみ、これもかわいい、ちょっと見てみようかな。わぁ、かわいいめちゃくちゃかわいい、これ全部欲しい。ぬいぐるみのこのサイズのマスコットって本当にたくさん欲しくなるんですけど、いっぱいあってもどうしようってなるんですよ。そんないっぱいバッグ持ってないから。でも買っちゃうんですよね。たまに付け替えたりとかしてますプリンとクリームソーダとホットケーキ、あーでもなー、コーヒーも可愛いし、オムライスも好きだし、卵サンドも好きだし、わーどうしよう、これこんなのが出るのか欲しいな、これは可愛い。プリンとクリームソーダ、ちょっとマストで欲しいですね私、あの、好きな食べ物のベスト10やったら、卵サンドとオムライスが絶対あるんですよ。卵料理が好きだから。だからこのラインナップちょっと神ですね。わー、どうしよう、これ。ダブルんだろうなあー、もう7月はちょっと抑えていこうかなと思ったけど、これは多分もうハンドルから手が離せないぐらい回しそうな気がしますね。かわいい。皆さんは好きなのとかありますかねホットケーキが双子になってるあとね、この気になってるのがガシャココ限定のコスメのぬいぐるみっていうの、これ気になりますね。ガシャココさん行かないとでも回せないのか。わー、このガシャココさんの今ホームページ見たんですけど、このトップの店舗の写真見るだけでテンションがありますよねガシャのこの機械がいっぱい並んでるへー、なんかイオンモールとかショッピングモールにあるイメージなんですよね。あ、でもララポートとかも入ってるんだ。イオンモール木更津2つもあるの私がイオン好きになるきっかけになったでおなじみのイオンモール木更津、まさかガシャココさんが2店舗も入ったとは。また行くしかないですね。結構店舗ありますね。ちょっとガシャココさん探しつつ回すしかない。いつ発売するんだろう。7月ってことしか情報がないな。かわいい、これリップがさ、赤とピンクがあるのかわいい。わー、でもこのパウダーのコンパクトもかわいいけど、このアイシャドウがさ、双子になってるのめちゃくちゃかわいくないですか個人的にはパウダーとパフはセットで欲しいかな。リップのこの顔の位置絶妙ですよね私このなんかすごい素朴な、もう点々口みたいな
顔がすごい好きなのでこのシリーズ大好きなんですよね。ちょっとこれはガシャココさん限定か、行くしかないなぁ。いやぁ、やっぱりすごい魅力的なガチャガチャありましたね。最近ちょっとねチェックできてなかったんで油断してましたね完全に。じゃあ次はバンダイさん、ちょっと気になるのありましたね。ジャガポックル、お土産わぁ、ジャガポックル欲しい。ピーナッツモナカ、ごま卵、八つ橋、あ、これ見たことある、硬いやつだ。あー、全部見たことある、お土産シリーズか、かわいい。ほんとなんかミニチュアのクオリティが最近とどまることを知らないですよね。あ、あとこれちょっと気になってたんですけど、リンコレのチロルチョコ。先月かな今月かな、あのねチロルチョコのキーホルダーはね出たんですよ。でまさかこのハイペースでリングも出るとは。10種類、あでも200円か。最近なんかちょくちょく200円のガチャがまた増えてきて嬉しいですね。やっぱ300円って3つ回すともう1000円消えちゃうから、ちょっとね1種類のガチャいっぱい回すのちょっとね戸惑っちゃう時あるんですけど、200円だとねつい回しちゃうんですよね。ちょっとなんだこれは、サスケファーストステージミニフィギュアコレクションっていうなんかすごいのあるんですけど、これなんでフィギュア化したんだ。あ、第40回を迎えるサスケのファーストステージをミニチュアフィギュア化、これあれが最初のところでこう交互にピョンピョンピョンっつって跳ねてしがみつくところだこれ。すごっ。あ、これなんか回るやつ、これはなんかぶら下がってこのクッションみたいなやつに飛び降りるやつで、え、これなんだろう、運転みたいなやつかな、ドラゴンクライダータックル、あ、押すやつ、あー出た、そういったつかめ。これどれぐらいの大きさなんだろう、なんかちっちゃいフィギュアと組み合わせて遊んだら面白そうな、写真映えしそうな感じのフィギュアですね。これガチャガチャにしようと思ったのすごいな。いやーもう最近なんかまさかねサスケもガチャガチャになるとは、もう本当に何がガチャガチャするかわからなくなってきたな。あ、この豆ガシャポンっていうのも最近ちょくちょく見かけるようになったんですけど、これ本当に中身がそのまんまちゃんと読める本のシリーズなんですよね。ちょっとこれね高いんですよ、500円で。でもすごい精密な豆本なのでいいですよね。私地球の歩き方って読んだことないからちょっと読んでみたいですね。あー今月もパワーあるラインナップだな。あとね前に1万円分のガチャ開封した時に紹介した電磁波防止シールっていう、あまりに尖りすぎたガチャガチャを出したレインボーさんが今月ね出す新作がこれです。本を呼ぶ雑誌に載ってる怪しい噛んじゃった怪しい水晶玉、パチンコ大勝ち、オーラー水晶なしの人生は考えられない、潜在能力を解放、魂の叫びを聞け、水晶が呼んでるの、私を使ってくれって、マジカル水晶パワーパワーワードしかない。パッと見ビー玉みたいな感じだけどクッション付きの水晶です。今月もねすごいですね。本商品はジョーググッズです。ガラスだから本当の水晶ではないですって書いてある。いやーこの怪しいシリーズなんかこれ結構好きですね。いやーこのレインボーさんのね怪しいガチャシリーズ今後もちょっと楽しみですね。あとちょっとねこれ見つけたらね買おうと思ってるのがウルトラニュープランニング株式会社さんの
手書きおじいちゃんのクソどうでもいい豆知識メモですそんなこと言わないでよイサムの豆知識、キヨシの豆知識、アキラの豆知識、シゲルの豆知識、イチローの豆知識、カズオの豆知識の手書きメモが手に入るっていうガチャですここのメーカーさん確かあのお母さんの秘伝カレーメモとか美少女からの手紙みたいなラブレターみたいなのも出してるので、多分ねその同じメーカーさんだと思うんだよね。でも完全にこの手書きシリーズ化してるなやっぱねカレーのメモがすっごいバズってすっごい売れたんですよ確か。だからちょっとねもうこれはもう手書きでいくしかないって、多分需要と供給がねハマったんでしょうねいやーこのねシリーズね私大好きで、手書きのシリーズあるとね毎回回しちゃうんですよね。なんか手書き文字フェチなんですよねいやでも楽しみじゃないですか、このイサムさん、キヨシさん、アキラさん、シゲルさん、イチローさん、カズオさんのこの6人のおじいちゃんの豆知識、おじいちゃんがどんな豆知識を教えてくれるか気になりませんか300円だったらちょっと高いけど、まあ、200円だったらいいかなみたいな感じで毎回回しちゃうんですよねもうね止まんなくなっちゃう。いやーおじいちゃんの豆知識手に入れたい、これは見つけたら回します玉球さん、もうね今月ね超楽しみにしてるのがあるんですよ。生まれたて蜂蜜ボトルのベビーベア、これはね発表されてねもう半年ぐらいずっと楽しみにしてたやつなんですよね。かわいすぎませんかソフビもね結構全種類揃えちゃうともう置く場所とかしまう場所どうしようってなるんですけど、今回のちょっとこれは頑張ってコンプしますもうずっと楽しみにしてたんですよねこのベビーベアちゃん。全部可愛い、普通のも可愛いんだけど、個人的にはこのスヤスヤっていうこの寝てる右上のがあるじゃないですか、これがね一番いいですね。ほっぺがこう床についちゃっててムニュってなってるところとかがすごい可愛いですね。いやー可愛いこれ、しかもなんかちゃんとちょっとだけ入ってるやつとか、この空気の感じとかの再現度がすごいですよね。かわいい。いやーこれはちょっと頑張ってコンプリートしたいけど、いやー私過去にですね同じ作家さんの玉球さんから出たシャボン玉ハムスターでですね、あのだいぶ沼ったんですよ軽くトラウマになるぐらい沼りまして、あのシャボン玉ハムスターってこのシャボン玉してることをシャボン玉がこう透明になってるハムちゃんがこういるじゃないですか、何回回してもシャボン玉を吹いてる茶ハムしか出なかったことがあって本当に出なくて6種類中1種類しか普通のハムスターないのにこの茶ハムしか出なくて、これは未だにちょっとトラウマですねで今回同じメーカーさんで同じ作家さんの商品としてこのベビーベアが出るのでちょっと怖いんですけど頑張って回そうと思いますあ、なんだなんだ、カプセルレス、カプセルレスの商品、あーこのまま出てくるってことかな、かわいいこれ、なになに、アイスクリーム、アイスクリームプラストーク、この色は31的なやつがモチーフなのかな、かわいいこの手足の短さいやかわいい、これあと写真がめちゃくちゃいいですね、うんうんうん、うわーこれあかわいいな、これね、あしかも詰めるんだ、うわーかわいい、こんなの出るの、これいつ出るんだろう、7月、7月、もうちょっとこれはガチャガチャのためにお金を貯めなきゃいけなくなってしまった
もう7月始まってるけど、かわいい。この本当に私手足がすっごい短くて素朴な顔してるキャラクターがもう大好きなんですよね。しかもこのカップからさ、この見えるかな、カップから顔出してるこの状態で多分出てくるってことですよね。これかわいすぎませんか、覗いてんの。夏だしすごいいいですね、アイスクリーム。皆さんはどのアイスが好きですか？私はですね、この中だとバニラとチョコミントをよく食べます。あ、なんだこれは、ちょっとずつ顔が違う。あ、クリームソーダとチョコミントがちょっと困った顔してる。で、ストロベリーとミルクティーちゃんが多分女の子なのかな、まつげが生えてますね。かわいい。わー、一緒じゃないんだ顔。そうするともうなんかちょっと顔が違うやつ欲しくなりますね。私あのチョコミントアイスがとにかく大好きなので、チョコミントなんですよね。歯磨き粉の味とか言わせない。いや美味しいですよね。わー、これはちょっと回すな。フィギュア系って増えるとちょっと置き場困るんだけど、これはどうしようかな。回しますね。いやー、今月もかなり大量のガチャガチャがこれから7月後半出るので、今から後半に向けて震えますね。でも楽しみかな。うん、ちょっと適度に沼らない程度に今月も楽しくガチャ活をしようと思います。それではここまでありがとうございました。皆さんの気になったガチャはありましたでしょうか。7月も良いガチャライフをお過ごしください。それではおかえりでした。